さあではいよいよ切っていきましょうねまあちょっといろいろあるんですけど、まあ、まずお野菜からね僕ね野菜染めるので野菜うるさいんですけどこのトマトトマトってやっぱり滑りやすい代名詞だと思うんですけど、まあ、さっきもやりましたけどこれ実はですね止まるんですよこうやって包丁って大体、まあ、トマト置くと、まあ、この刃のね滑る方やったら分かりますけどこうやって落ちるんですよね落ちちゃうんですよでもこの包丁止まりますこんな感じで。 ここにやっぱり摩擦があるんで330パーこのおかげでこんな感じで止まります止まったらスーッと力がないとこんな感じスーッとこうこんな感じで力もなくあのー、包丁しっかりとこの重さがありますからあのー、包丁って実はすっごい軽いのあるんですけど保坂流でも一回すっごい軽い包丁作ったんですこれね まあちょっと廃盤にしたんですけど理由は簡単ですやっぱりこの重さがないとこの疲れちゃうんですよね自分でドンってやんなきゃいけないんであのー、薪割りとかを思い出していただければ分かるんですけど軽いものであの木をドンってやろうと思ったら切れないんですよやっぱり斧って重たいじゃないですかある程度の重さがあるからこそこんな感じでスーッと入っていきます力を入らずにねこんな感じで薄切りまあトマト実はですね今こうやってまあ包丁なんでこんな薄切りしてますけどこんな感じでペロッとこんなね こんな感じでペロッと薄切りしてますけどトトマト実は薄切りしないいでください野菜セムめる的にはね食べるときはトマトはあの基本的にはこんな感じでぶつ切りですトマトはぶつ切りにしていただいて食べるのが実は美味しいのでこういうぶつ切りにして、まあ、チーズとかねそういうのとこう混ぜて生でなるべく食べていただくと、まあ、水分多いですからこんな感じで。 ドリップがこぼれないように切り口がまあちゃんとこう鋭角というか鋭いとねドリップがこう出ませんからなるべくこのドリップもしっかりと食べてください、まあ、あとはまあドライにするのもすごくいいですよねあのトースターとかでね焼いていただくのも非常にいいですこのドリップが出ないこういう面ねここは綺麗なこれもしっかりと食べてくださいねあとトマトねあの和食では実はトマトのこの皮湯引きしますでも湯引きしなくてもこんな感じでスーッと入りますからこんな感じスーッと入るんで。 こんな感じこんな薄い感じでだから例えばなんだろうなあのマンゴーとかねマンゴーってマンゴー専用の包丁があるんですけどマンゴー専用の包丁でこんな薄く皮を剥いいいいいいかかなななと身がもったいないじゃないですかだからマンゴー専用包丁ってあるんですけどそんなこともなくこれだったらギザバでこんな感じで麗に切れますからただこう押してっていただければ薄くトマトの皮でも綺麗に湯引きしなくてもこんな感じ。 きするとね、やっぱりどうしても熱くはありますからビタミンとかがなくなりやすいのでなるべく生の状態で皮を剥きたい方はこう剥いてください。こんな これからま夏とかはね非常にトマトいいですからね体冷やしてくれますしこれでなんかジュレとかねドレッシングとか、まあ、ポン酢とかでもいいですけど食べていただくと、まあ、皮が苦手っていう方いらっしゃるんでそういう方はまあ野菜の皮むきとか、まあ、背を使ってもいいですけども薄いものごぼうとか背使いますけどねこういう薄いものはなかなか難しいんでこう包丁を使っていただいてあのピーラーとかでやると身がやっぱ削げちゃうんでこんな感じで軽く剥けますからやってみてください。 さあ続いてスーパーで皆さん買ってくるのねこんな感じでかぼちゃ買ってくるんじゃないですかねかぼちゃねシーズンによってはすごくいいんでビタミン E も豊富ですからねぜひぜひこんな感じでかぼちゃもサクサク切れちゃいますこれもう完全生の状態こんな感じでサクサク切っていきますんでかぼちゃね 切ってからまあ小さくねして一口大にしていくとやっぱり後からちょい楽ですからまあかぼちゃもやっぱり滑りやすい食材なんでこの辺ね気をつけてくださいねでピーラーで剥いたりしますけどまあこんな感じで皮もこうやってザク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 まあ火の入りやすいように軽くこうランダムに粗くね皮を剥いといてそれから切っていくのもいいですねあの火は入りやすいんでねかぼちゃね皮もねやっぱり AI あるんでこれみんなきんぴらにしたりしますけどそれでも全然 OK ですねこんな感じサクサクっと。 こんな感じで切ってくださいね。まあ女の方でも歯が入ってしまえば簡単に切れるんでこんな感じでサクサク切ってくださいね。かぼちゃもオッケーです。切りにくいものというとですね、まあこの素材が違う2種類って言うんですかね。これいわゆる皮があって鶏肉ってね実は歯物すごい苦手なんですよ。なぜかというとこの皮ブリブリしてますよね。で皮とこの肉はまあ切れると思うんですよ。身のところはこの間に脂肪がすごく詰まってるんです。そうすると。 らに滑る油肉の本体ですからこれねどうしても刃物苦手なんですでもこんな感じで保坂流のこの包丁だったらこの。 皮面を上にしててて普通は鶏肉っっこうやって切りますよね皆さんこうやって切ると思うんですでもこうやって切るとまな板に油がついちゃいますし、まあ、衛生面を含めてこっち側からこう切れるならこうサク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 こんな感じ切っていっていただければ鶏肉皮付きも全然関係なくやっぱりこうやって切った方が、まあ、切ってるやつも売ってますけどやっぱりご自身で切られた方があと皮をね最初に剥いじゃう方いらっしゃるんですけど料理する時はなるべく皮付きのまま料理をしてくださいその方が皮の間とかにいわゆるコラーゲンとかいわれてね油があったりとか。 すごくいいものがあってもうその油が蒸してくれて鶏肉を美味しくするのでなるべくなら皮付きのまま調理をしてこんな感じでこの切れ味ね調理をしていただいてで後から火が入ってからこの皮をこの皮がちょっと少なくなってきたところって引っ張られてね大体皮がくっついちゃうイメージありますけど全然このこれって絶対皮いっちゃうよねでもこんな感じでしっかりとこんな感じゆっくりやるんですよゆっくりこんな感じスッと。 のをつかむのでこの中途半端な皮のところねこれがピュッていっちゃうよねまだ残ってますしっかりゆっくりいきますもう一回ねこんな感じ歯がしっかりと食材を捉えますそしたらこんな感じスッとスライドさせるだけでスパッと切れちゃいます皮と肉ねこの切れ味やっぱり日本製ですよやっぱ職人さんがねしっかり作ってこの これだけずっと食材切ってますけどさっきからかぼちゃ切ってまあトマトから始まりかぼちゃとか切ってますけど大体こんだけやってくるともう多分皆さん切る前に一回こうなんか研いでると思うんですよねこういう簡単な研ぐやつありますよね今ねそんなこと一切してませんずっと同じ包丁使ってますけどもこの切れにくいもの最後までいっても全然こんな簡単でゆっくりいきますよこんな感じですすほらこんなに小さくなってっていってもこの切れ味 これ今お肉でやってますけど、まあ、お刺身とかね是非やってくださいやっぱり切ったもの売ってますけどあの、まあ、僕なんかもねやっぱり面倒くさいから切ったの買っちゃったりしますけども切るとやっぱり表面が出てきちゃうんでそこからこのいわゆる酸素をね空気に触れて酸化していくのとやっぱドリップが出ちゃうんでなるべくなら柵のままね 冷凍ねちょっと解凍結構難しいんで食塩何パーセントとかやるんですけど柵のまま買ってきて、まあ、その方がちょっとお安いんでやっぱりこう切れ味のいい包丁で食べる前に切っていただいて酸化を防ぐというのがやっぱり健康的にも考えてもやっぱりおいしさも考えてもいいので是非この穂坂流の包丁を使っておいしくお肉とかお刺身を食べてください。